楽しもう。FM ギルワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病棟の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいがなかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安でその気持ちを紛らわすためにこのラジオを聞いているメンヘラさん、私たち2人が疑問質問お悩み相談何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきでいろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メールアドレス言いますね。お願いします。メンヘラ103 @gmail.com、 うん、とメンヘラ103 @gmail.com です。はい、ローマ字でメンヘラね。うん、ローマ字でメンヘラです。で、数字103、はい、@gmail.com で、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今回収録が、第4回、はい、日付が10月の17日となっております、うん、で、まあ、第4回目にしてね、うん、ちょっとゲストの方をお呼びして、そうよ、ゲストが来てくれたのよ。はい、僕たちのメンヘラ友達来てくれてますので、はい、早速紹介したいと思います、はい、どうぞ。アコーさんです。はじめまして。はじめまして、アコーです。夏実さんと健太さんの友達です。よろしくお願いします。はい、はい、アコーさん緊張してるね。夏実もちょっとなんか映りそうだね、緊張映りそうだね。ただ一人緊張してるのにね。夏実、アコーさんが言う前に名前言っちゃったよ。いいんじゃないの。あ、いいか。うんうん、大丈夫大丈夫、すいません。うん、アコーさんはね、夏実さんと長い付き合いでね。うん、そうだね。そうです。メンヘラ友達として、うん、かれこれどのぐらいになるんですかね。10年以上。10年、15年。もう20年近く近くは行きますね。ああ、じゃあもう本当に夏実の弱って、お互いの弱ってる時も知ってる、やめる時も健やかな時も知ってるんだ。体験してますね。はいはいはい、ね、入院先だったり、そうそうそう、はい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 、まあいろいろアコーさんのねも、お話伺っていきたいと思いますので、うん、うん、30分ね、うん、ちょっと短い時間なんで、全てなんかいろいろお話できるとは限らないんですけれども、うん、まあ今日だけじゃなくてね、また機会があったら呼ぶこともあると思うんで、はい、とりあえず今日は30分、はい、短い時間ですが、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、はい、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。私たちツイッターもやっておりますので、そうですね、そちらの方にももらえたら、うん、はい、ハッシュタグメンヘラジオで、ツイート投稿の方をしていただければ、検索で拾って、ね、番組内で紹介していきたいと思っておりますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。で今日はね、うん、メンヘラ3人でテーマに沿って、そうだね、はい、いろいろトークしたいっていうところなんですけれども、うん、トークテーマの方が、うん、止められない私の衝動性というところで、はい、なんかね、まあ俺はギャンブル依存症なんで、うん、衝動的にちょっとねパチンコに入ってしまったり、うん、お金がねちょっと財布の中にあると使っちゃうみたいなね、うん、ところが、まあ衝動的にね、うん、まあ、買い物も
だから結構衝動的に買い物もしちゃうんだけど、うんうんうん、精神的な疾患を抱えてる人は、まあ俺みたいな依存症に限らずね、うん、なんか衝動的にやってしまうことってあるのかなっていうところで、こちらのテーマにさせてもらったんですけれども、うん、はい、はい、早速ですけれども、届いてる、メッセージ、お便りの方をですね、夏美さん、うん、読んでいただきましょう。はい、OK です。読みます。はい、ラジオネーム、ピザ頬張る系男子さんより。はい、ピザ頬張る系男子さん、うん、来たよ、また来た、はい、夏美さん、健太さん、こんばんは。はい、こんばんは。なんだか沖縄も涼しくなってきましたね。止まらない私の衝動というか、止められない衝動、うん、それは仕事終わりのコンビニでの買い食いです。大体のルーティーンが月曜の帰り、うん、週の初め頑張ったからご褒美ご褒美と買い食い、うん、火曜日の帰り、昨日買ったお菓子のゴミ捨てるついでに何か買っちゃおうかなと買い食い、うん、水曜の帰り、うん、昨日買ったサンドイッチのゴミ捨てるついでに何か買おうと買い食い、木曜日の帰り、昨日買ったポテチのゴミを捨てるついでに何か買おうと買い食い、うん、金曜日の帰り、1週間終わった、今週も頑張ったからご褒美ご褒美と買い食い、はい、わかりますか、コンビニ経営者の皆さん、ゴミ箱を設置していると買い食いする人が頻度よくやってきますよ、うん、と、まあ話がそれましたが私がこの衝動に打ち勝てる日がやってくるのでしょうかということです。あー、なあ、分かる気がするよ。うん、コンビニついつい寄ってね。コンビニね、美味しそうなスイーツとかね。そうそう、あるんよ。そうそうそう、最近で言うとローソンのなんかカリーモッチみたいな。そうそう、美味しそう、あれ。美味しそう、あれは絶対、カヌレみたいなやつだろ。そうそう、絶対今度買うって決めてはいるんだけどね。うん、決めてる決めてる。うん、ちょっと見に行っ、そうそうそう、見に行って、でまたコンビニ限定の商品とかあるじゃないですか。あります、あります、うん、限定とかも。そうそう、つい買っちゃうよね。買っちゃうよ、うん、衝動性、もうなんか衝動性というか、なんかもう習慣になっちゃってるよね。そうだ ね, ね、そうかも。ピザ頬張る系男子さん、ピザ頬張る系男子さん、うん、でもまあ、前回なんだっけ、身体検査じゃなくて、健康診断、ね、そう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 、うん、健康診断のでどうこう言ってたのに。そうそうそう、まずい、鉄から金まで、まずい食習慣してるっていう。なるほどね、こういうことだったのかっていうことが今分かったね。まあ、でも止められないっていうのは分かるよ。うん、ご褒美ね、お仕事の後大事だもん。そうそうそう、ご褒美、それがあるから頑張れるみたいなところあるもんね。うん、わかります。大事ですね。はい、では僕の方にも来ている、はい、メッセージ紹介したいと思います。はい、社長さん。はい。はい、止められない私の衝動性。お菓子を衝動的に食べてしまう。うん、50年生きてきて、これはもう治らないと思っています。うん、社長さんね、今さっきのね、ピザ頬張る系男子さんのエピソード聞いてうなずいてたかもね。かもね。わかるわかるって。わかるわかるって、うん。コンビニ買っちゃうよねって。うん、特にね、お菓子ってやっぱりちっちゃい頃も駄菓子屋とかで買うじゃないですか。でも限られたお小遣い、うん、お小遣いでね。そう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 、で、なんていうのかな、自分の好きなものをちょっとずつ選んで買って、うん。大人になったらね、ちょっと懐に余裕が出てくるとね。大人で、そう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 、大人買いの、そうそうそう、だから年を減るごとにやっぱりお菓子食べるのやめられないっていうのはあるかもしれない、あるかもしれない、50年やめられないっていうのはね。だってさ、またさ、お菓子業界もさ、いい感じにうまく考えたもんだよ。しょっぱい系のお菓子とチョコという甘いお菓子を出すことによって、このしょっぱいを食べた後の甘いの、甘いのを食べた後のしょっぱいの、しょっぱいのの甘いのっていう、この無限のねループがね、出来上がるわけよ。はいはいはい、それでやめられなくなるっていう。あるね。あるね。うん、はい、他に何か届いてますか？ありますよ。はい、では、ラジオネーム佐藤さん。佐藤さん、はい、ありがとうございます。はい。私が入って言っちゃった。ラジオネーム佐藤さん。はい。離婚の影響もあって、うん、世の中に私を愛してくれている人がいないと思っちゃって、うん、自傷行為みたいな感じで、はい、下の毛を全部剃りました。お
下の毛って伸びてきたら痒すぎて苦しいじゃないですか、うんうんうん、もうそうなってしまえってなぜか自分に苦しむことを課してしまったことがあった、はい、でもあんまり痒くならないから、うん、毛も昔みたいに若くなくて老いてるんだなって思ったお話だそうですなんか切ないお話なのかなこれ笑い話じゃないのあでもまあ衝動的にね、うん、衝動的にやってしまったっていう、可愛い自傷行為というか、うん、やっちゃった、そう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 、やっちゃったね、チクチクしないから自分の老いも感じるというなんかそうそうちょっと切ない、そこ切ない、そこ切ないでしょ、ね、でもね俺もねあのアンダーヘアは処理してるんですよ実は、うん、カミングアウトカミングアウトのしどころ嫁にも見せてないんですけど、あの理由があって、はいはい、あの僕まあ訳あって5年間ぐらい、まあ、半ば強制的に引きこもりの生活を送ってたんですよ、うん、その間にあの、まあ、まあ理由としては引きこもりの理由としては、うん、働きに出ると健康保険証、はい、会社から支給というか渡される健康保険証を使ってお前は借金を作るから、うんうん、外に出ないでもしばらくお家でおとなしくしてろと、うん、両親から言われまして、なるほど、それで、まあ、半ば強制的にっていうところなんですけれども、うん、そしたらね、まあ、お家にいてやっぱり散々迷惑かけてきてるもんですから、うん、いたたまれない気持ちになるわけですよ、うん、なんか家族の迷惑ばかりかけてそれで仕事もせずお家でダラダラと過ごしてるっていう状況、うんうん、がもういたたまれなくなって、うん、まあ母にももちろんなんかお家にいるんだからお家のことをしなさいよって言われてたんですけど、うん、必要以上になんかあちこち掃除したり、うん、まあ簡単な家事ですけど洗濯物畳んだり干したり、うん、お風呂場のタイルを磨いたり換気扇を掃除したり、うん、いろんなところ掃除してると、まあ床をフローリングでね、クックルワイパー的なやつで磨くと、うん、下の毛ってさ、あいつらやたらと抜け落ちてんパラッパラパラ、そう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 、そうだね、なんでここにあるのみたいな時もあるし、しかもお前下の毛だろって分かる、もうすぐ分かる、フォルムだからね、フォルムしてるからね、そうそうそう、なんかもじゃもじゃしててさ言ってた、もじゃもじゃそれがさ、トイレとかお風呂場の排水口にさ、うん、なんか俺は流れねえぞみたいな、なんかこんなやって全部絡んでいるのよ、あいつら、うん、だからそれがね掃除するのがもう苦痛で、だからまあ成人した大人しかお家にいなかったから、まあそれもしょうがない話ではあるんだけどさ、少なくともまあ一人分ぐらいはそのなんていうのかな、労力、アンダーヘアを取る労力を減らそうと思って剃ったらもう癖になっちゃって、それで何の話これ衝動性の話だったけど、まあでも衝動的にね、衝動的から始まってのもう習慣になっちゃったって、ね、そうそう習慣になっちゃったってところですね、なるほどね、はい、申し訳ございませんでした。でもあれじゃないですか、衛生的にもすごいいいですよね、そうそうそう、外国人の方がもうちゃんとやってるよ、そうそう、外国人の方って結構そうらしいですよね、メジャーリーガーが、はい、メジャーリーガーというか日本人のプロ野球選手が海外に、はい、メジャーリーガーとして行かれるじゃないですか、はいはい、そしたらロッカールームシャワー室とかみんな共同で使うらしいんですけど、うん、まあ、皆さん脱いでシャワー浴びたり体流したりしてるんですけど、日本人はやっぱそのままアンダーヘアの処理をしないままいるらしいんで、最初なんでお前は処理してないんだみたいに言われるって聞いたことありますし、もうスタンダードなもしかしたら処理する方なのかなっていう感じしますね。あ、で処理で思い出した、俺まあ、ちょっと長くなるけど申し訳ない、YouTube じゃなくて、まあ、YouTube でもそうかな、 YouTube とか Yahoo のトップとかで除毛クリームの、はい、ありますね、なんかたまに広告が出るじゃないですか、はい、うん、あれで今なら1万円近くする除毛クリームが500円、うん、最初のお試し価格って、うん、そうそうそう、うん、で出てて買ったんですよ、はい、それのってやっぱり時間もかかるし、うん、ちょっと手間なんで、うん、まあ、クリーム塗ってお湯で流してツルツルになるんだったらいいやと思って、うん、で、まあ、全身くまなくついでだからと思って全身くまなく塗って、うんうん、
放置してたら、玉の方がね、すっげえ痛いの。あれね、VIO に効くって書いてたんだけど、書いてたから安心して塗ったんだけど、うん、もう玉玉がね、うん、真っ赤っかになるぐらいね、大変なことだ、燃えるように痛くて、痛かった。あれは地獄でしたね。うわあ。皆さん気をつけてください。気をつけましょう。はい。うわあ。ないです。アンダーレアで盛り上がって。はい、続いてなんか来てますか？あ、来てますよ。はい、あのピノコさん、ラジオネームピノコさん、はい、泥酔して衝動的にいろんな人に電話をかけまくっていたことがありますということです。おお。まあこれはやりがちよね、でもね。やりがちだね。うん、元カノにかけたことあるかもしれないな、俺。酔っ払って。元カノに。はい。まあずいぶん昔ですけどね。カンカンカン、夏美裁判が始まります。夏美裁判が始まります。申し訳ない。嘘ですよ。いや、いいんですよ。元カノに。衝動的に。まあ、元カノこのラジオ聞いてるといいね。いや、聞いてないと思う。今アンダーヘアのこと喋ってたよって。聞いてたらこちらの、はい、宛先まで。こちらの宛先まで。はい。じゃあ衝動性の部分で、あこうさんは何かありますか？私はですね、うん、もう何年も続いてるんですけど、うん、飲食、最初はご飯の時だけ体重測る、うん、でもうそれからもう最近も続いてるのが、うん、飲食の時に体重計乗って、うん、でそれで増えてたら、うん、じゃあご飯をちょっと調整しようとかっていうのがあって、うん、自分がこの摂食障害なので、うんうんうん、それでなんかもうそれがもう衝動的からのダイエットとかが始まってからの結構もうさっき言ったの習慣になって、もう体重測るのはもう出かけてる時はもう我慢するんですけど、うん、あでもそれでも測りたくてしょうがない、頭でずっとぐるぐるぐるで待って、お家に帰ったらまずトイレ行ったら測って、はいはいはい、そこで、うん、食べた割には減ってたら、うん、よしってなるんですけど、うんうんうん、でもそこで油断ならないので、うんうん、っていう感じでずっともう自分を見張るような感じでやってるんですけども、それでも安心するので見られないです。でも私もありましたよ、昔だけどね、摂食障害の治療をしてた時に、うん、3回ぐらい測らないと信じられないんですよね、うん、もう体重計すら信じられなくなるみたいなところがあるんですよ。数字がね確かに。そうです、そうです、それあります、うん、何十五キロ何十五キロって出て、うん、2回目すぐ乗っても何十五キロで出るんだけど、うん、あでもちょっともう一回ちょっとワンチャン、うん、何十五キロって、うん、で私は何十五キロなんだってホッとする。そう、ホッとする。それってさ、例えば、うん、その続けて乗るみたいなのって、うん、時間は間隔空けるんですか？一応私開けないです。開けなかったんだ。一回乗るときはもう例えばつけるじゃないですか、うん、つけて乗って一、うん、回それが終わったらすぐ乗るんですよ、うん、病的病んでる。でも3回5回ぐらい測って数字が全く変わらなかったら、はい、あじゃあ今はこの体重なんだ。そう、そこでやっとね安心するんです。安心して認識できるというか。1回や2回だとこいつが誤作動を起こしてるんじゃないかっていう可能性もあるし、それはもう死活問題なので。それを信じてちょっと狂ったらあーってなっちゃうんで、はい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 、確認をします。これは摂食障害あるあるなのかもしれないね、もしかしたらね。あそうかもしれない。毎回測るしね。そうよね、毎回いろいろあるよね、摂食障害あるあるっていうかさ、病院とかで入院中とかに体重を測らなきゃいけない、看護師さんたちの前で。そういう時に絶対ズボンに何か忍ばせるとか、測る直前に水をガブ飲みして体重増やすとか、うん、最低でも 500cc、 そうそうそう、よくて1リットル以上、頑張りますね。だってさ、増えてないとさ、なんかそのうちだんだん拘束されちゃったりするようになるんだよ。行動も制限されるんだ。行動制限っていうのが始まるわけ。へ、場合があってさ、うんね、そういう子を何人も見てきたね。ありますあります。これまた症状にもよると思うんですけど、はいはいはい、そういうのがついてくるので、うん、測るときはこっちもドキドキして測るので、うんうんうん、そっか、測るときは憂鬱です、ね、そこでジャッジが下るってなるとやっぱ怖いもんね、うんうん、そうなのよ。間違ったら
それこそ行動制限されるわけでしょ。行動制限されるとか、最悪拘束、うん、拘束になっちゃったり、うん、あの文字とか読むのもカロリー使うから、うん、読書とかもダメになったりとか。あ、そうなんだ。神経使ってカロリー消費する、うん、そうそうそう、人と話すのもダメ、ダメ、個室で来たっていう場合がある、 ある子もいたね。じゃあ夏美さん体を動かすの苦手だからめっちゃ活字読むのいいんじゃない？活字？活字読んでカロリー減らして、そうそう、カロリー消費して、あ、本を読めば痩せる、そうそうそうカロリー、そうそうそう、カロリー消費されますよね、うん、あ、このあ、かなあかな自信ない、まあ、活字もちょっと苦手だもんね。そうですね、あ、まあいろいろあるんだね、うん、あ、まあ、いいお話というか面白いお話がたくさん今日は、聞けたんで、うん、すごく良かったね。あの病んでるね病んでるねうちらみんな病んでるね、お話ししたらまさしく病んでますね、あ、病的だもんね、いろんなところいいと思いますよ、いいと思います。メンヘラジオなんで、うん、いろんなメンヘラさんがね、自分のなんか体験談なり、うん、感じてきたこととかを話し合って、はい、いいコーナーだと思いますよ。なんていい番組なんだではメンヘラトークでした。はい、エンディングです。うん、ちょっとね、早いな、俺がね、うん、あのアンダーヘアトークしたのが、ね、楽曲紹介する時間がなくなったから、ね、まさかの画面が急遽切ったよ急遽切ったね、うん、でもまあいい判断だと思う、うん、だと思う、うん、アコーさんのお話もね、たっぷり、俺のせいでちょっと削らないといけないってなりそうだったから、全然喋ってもらって、ありがたいです、ありがとうございます、うん、ありがとう、まあ、楽曲紹介はまた来週ということで、皆さん、そうですね、はい、あの夏美さんのおすすめ曲を今度紹介しようと思ってるので、そうですね、よろしくお願いいたします。いや、ほんとなんかさ、4回目だよねこれ、4回目、うん、4回目にしてなんかやっと、うん、うちらのメンヘラだ、メンヘラが顔を出した感じがするんだけどああそうね、なんかやっとメンヘラが顔を出した、ちょっとファッションメンヘラじゃないか疑惑があるかも、いや疑惑だ、あったかなそんなことないかな、なんかメンヘラって4回目にして4回目にしてあ、いいんじゃない、ちょうどメンヘラも4文字でした4回目でやっとラが出てきて、そうそうそう、でスタジオも4人いるし、4人、あ、3人、びっくりした、わからないですよ、俺たちに見えないものが夏美さんには見えてるのかと思った、いると思います、3人ですからね、3人3人だ、3人超怖いんですから何が見えてたの、ごめん、いいのよ、たまにいますよね、きっと、また怖いこと言って、アコーさん、アコーさん、アコーさん見える人かな私一リスナーとしてもファンなので、ああ、嬉しいです、ありがとうございます、あの、うん、またね、ぜひ、あの、はい、今度はね、はい、アコーさんのなんていうのかな、今日もちょっと話してくれたんですけど、うん、あのどういった病気を抱えてきて、はい、こうやってなんていうのかな、生きてくる中でいろんな経験されてきたと思うんで、はい、なんかいろんなお話聞けたらなと思うんで、またぜひ遊びに来てください、はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ではですね、来週のトークテーマをちょっと発表したいと思います、うん、はい、はい、次回のテーマが、ここエコーを入れようと思います、はい次回のテーマ、あなたの苦手なタイプの人、どんな人を、ほう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 、はい、ということで、なんかありがちなのはね、うん、あのテーマとして苦手なことなんですかみたいなのあると思うんだけど、うん、あえてちょっと絞って、苦手な人、そうそうそう、タイプ、苦手な人、苦手なタイプの人、タイプの人、どういうタイプの人が苦手なのか、なんか、うんうんうん、すごく慣れ慣れしい人は嫌だとかさ、あ、確かにね、確かにね、うん、口の悪い人はまあみんな嫌だけどね、口の軽い人とかもね、そう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 、逆になんかおとなしすぎる人は嫌みたいなさ、おとなしい人が苦手っていう人もいるかもしれない、騒がしい人も苦手が苦手って、それぞれあるかと思うんで、
で結構ねそういうのを精神疾患抱えてる人たちってなんか意外と細かにもしかしたらあるんじゃないかな、うん、あるかもしれない。ピンポイントで言ったら案外来るかもと思ったもしかしたらメッセージも、うんうん、楽しみです。そうそうそう、うん、なので、もう一回そうですね、あなたの苦手なタイプ、はい、タイプの人の人どんな人、うん、というところで、教えてください。教えてください。はい、では、今週のメンヘラジオはここいらでお開きというところで、はい、今日も元気に病気中中村夏実と中村健太とアコーです。はい、せーの、お薬飲んで寝ろー。